はい、本名です。今日は何を話すかっていうと、原宿僕毎日ブラブラしてて、今日はゴールデンウィークが終わって5月9日なんですけど、結構ゴールデンウィークには、日本人も含めて原宿でもすごい人がいっぱい来てたと。それ来てたんですけど、昨日も、降ったりやんだりの雨でもう人が来ないと。いきなりみんな売り上げがガッタンと減ってると。ゴールデンウィークの間、みんな結構インバウンドが来なかったところは、減ってる。それで、日本人も今度来なくなった。インバウンドもなんかこの頃やっぱし桜以降なんか減ってるかななんて思ってるんですよね。これ新聞なんですけど、これ4月9日、だからもう1ヶ月ぐらいの前で、これ倒産どうだと。原宿の小売りとかと違って、これ日本全体の話で、今年はもうゼロコロナの、保証もないし、みんな借金を返していかなきゃいけないって中で、あと人手不足だとか、多分働く人がない、あと、物価が高くなってると。例えば、結構いろいろなところでビルを建てるみたいな話をしている人たちが、建材が高くなってるんで、もうビルも建てなくなってくると。そうなってくると、仕事どうなのと。一部のところはいいと思うんですよね。TSMC とかが作ってる熊本とかはもう本当に24時間体制でこうどんどんビル建てる。ラピュタスが、千歳とかも多分、今からどんどんビル建てるみたいなところは、時給もいいし、みんなそういったところ行って、都内の空洞化、あと例えばトラックの運転手の人がいないとかなって、こう何て言うんですかね、人件費も上がってる、物価も上がってる。だけど、給料そこそこしか上がらないみたいな風になってくると、倒産が増えてくるっていうのが、ここに書いてあるんですけど、同じように僕、原宿歩いててスニーカー屋って、原宿って結構昔は全然スニーカー屋さんがなくて、どっちかっていうと服屋さんばっかしやったんですよ。それが、僕もそのなんていうんですかね、アトモスやってた時は、原宿をスニーカーの街にしようみたいな。どこをモデルにしたらいいのかななんて思ってると、香港のモンコックっていうところがあって、モンコックっていうところに、僕買い付け行ってたんですけど、モンコックって基本的にスニーカーのオーナーって、本当に大きいやつは、5、6人しかいないんですよね。そいつらがもうそのモンコックに、ガーって出していくと。そうするとモンコックって初めてびっくりしたのは、お、ここすごいスニーカー屋だらけじゃんみたいな。これで多分、250軒ぐらい多分スニーカー屋が当時並んでたんですよ。だけどオーナーが5人ぐらいしかいないみたいな。やっぱし、ここの街に来ればスニーカー買えるよみたいな風に、したいななんて思ってて、一生懸命、原宿に店出してたんですよね。ここに来て、いろんな、そのスニーカー屋さんが調子悪いと。例えば、スニダンとかの、サイト見てもらえれば、なんか昔はスニーカーダンクっていうように靴から始まったんですけど、この頃なんか、ポケモンカードだ、ワンピースカードだっていう、なんかカード屋さんみたいな感じになってるとかになっちゃってて、あと僕よくやっぱし原宿、歩いてて、みんなスニーカー好きなやつは、本名みたいな。で、話しかけてくる人がいるんですよね。そういった人がもうスニーカーやんないのかと。なんで？なんて話聞くと、みんな50足とか100足持ってる人がいて、これどうやってさばいたらいいのかなみたいな。もう今までなんかこう宝のように持ってたんですけど、この宝がだんだんこう価値が目減りしてるんで、もうこれお金にしたいなってやつがいっぱいいるんだなって思ってると、本当にスニーカーっていうのがこう右肩下がりでこう落っこってくる。そうするとやっぱしスニーカー屋さんも、こうインバウンドが来ないようなところはもうやめざるを得ない。
逆にインバウンドが来ても、原宿、家賃が高いんで売れないと、まあ、人の人件費と家賃とみたいなのが払えなくなってくると、なんかボディーブローのようにどん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 あれして、これから僕なんか原宿のスニーカー屋さんっていうのが本当になくなっていくんじゃないのかなっていう。まあこれ、まあこう波なんで、またスニーカーが良くなったらもしかしたら出てくるのかもしれないですけど、今まではずっとスニーカー屋さんが増えてたんで、原宿イコールこうスニーカー屋みたいな、スニーカー通りみたいなところがなくなっていくんじゃないのかなと。それで僕は思うのは、ほとんどが、まあ、ABC みたいにこう、大きなところがどん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 出していくんじゃないのかなと。まあそれでスニーカーのブランドさんっていうのもあんまり良くないんで、多分そういった大手にズゴーンズゴーンと出していかざるを得ないんじゃないのかなと思って、今日の YouTube は、原宿からスニーカー屋が減っていくっていうような感じで終わります。